ボンジュー、私はベルサイユ宮殿から来たフランス人形バニラです。そして東京美容外科の麻生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は美容整形の施術ランキングをやりたいなと思ってます。イエーイ。なので先生にランキングの発表をしてもらいたいと思います。うちの病院のランキングね。はい、第3位、眼瞼下垂を含む目の手術。おお、やっぱね、みんな目は絶対やりたいとこですよね。普通でも目って1位なんだけどね。確かに昔ってそうでしたよね、多分。うちはあんまりなんか、まあ、他の病院がほら、いっぱいやってるから、まあ、とかもう目をやり終わった人も多いんじゃない。そうなんか2回目、3回目に来るようなっていうふうになってるんで。なるほど、うん、第2位はですね、第2位は輪郭の形成手術。輪郭、すごい、まあ、顔のコツ切り手術とかね。そんないっぱい来るんですね。いっぱい来て、そんなみんな骨切りしてるんだ。カウンセリングがめちゃくちゃ多いですよね。切るか切らないかは別にして。カウンセリング予約が7月まで待ってます。もうみんな整形に対するなんか怖さがちょっとなくなっちゃってる感じですね。だって結構もう骨なんて一番最後にやるとこぐらいの勢いだから、うん、すごい。バニもまだやってないの。これからやりますけど。はい、はい。そして第1位はダントツ、じゃあ包茎手術が多いですね。あ、もう先生と言ったらもう包茎みたいな、バニがね、もうそれの象徴みたいな感じですよね。でもね、その世界的にはやっぱり1位が包茎なんで。世界的になんでだろう。アメリカとか、アメリカとかおっぱいって感じ。ってことはやっぱり包茎手術と美容整形の中で一番多いってことですね。おお、それのスペシャリストだから先生。そうですね。ね、もう日本だったら絶対包茎先生って感じになってます。うん、絶対そう。もう海外誰とかも知らないけど、もう絶対麻生先生ってなってる。それ嬉しいですね。うんうん、近い。ありがとうございます。みんな先生とか行ってください。あの宣伝動画や。確かに。別に宣伝動画じゃないけど、私本当に良かったから。そうそうそう。全然ダメだったらダメって言うの。事前に私のファンの方、はい、バニコンって言うんですけど、バニコンちゃんたちから、はい、質問を、受け付けてて、はい、ちょっとそれを先生にも答えてもらいたいと思います。はい。包茎って絶対バレますか？絶対バレるってことはないよね。夫婦関係があって、うん、奥様がいてね、うん、で旦那さん消防士の方だったんだけどね、東北の方でね、はい、おめえさ、なんか胸に入れただろってめっちゃ黙ってる言われてって言ってて、でえ、どうしたんですかって聞いたら、うん、入れてねって言ったら、もうそれで耐えたらしい。あ、そうなんだ。夫婦でも全然気づかない。まあ、うん、って思っても、まあ、まあもうバレてるのかもしれないけど、本人が忘れてたら忘れてますから、もう全然それで全然大丈夫でしたっておっしゃってたし、てか許可もらってから来いよって感じだったんだけど、まあ言いづらいのかな、やっぱ、やっぱ抵抗あるもんね。バレてさ、じゃあバニラさんさ、こうやって、お前胸入れてるだろって言われて、でそれでこうダメになることってある？ないよ。ない、ね、ないし、てかそんなんでダメになったらもうこっちからお断りだしね。そうだね。大体いらない。女性はハイヒール履いたりね、お化粧したりね、綺麗になるため努力してるのに、お前俺を騙したなとかね、いうそんな小さい男、やだやだ、小さいですよ。無理、こっちから無理、普通にそんな、あの包茎バレて嫌だっていう男は相手にしないでください。いや、大きい方がみんないいって言ってくれるけどな。そうです。はい、はい、答えになってるまあいいや。持ち歯、包茎の柔らかさについてお聞きしたいです。はい、持ち歯ね、すごい、あのバッグのね、皮がね、丈夫なんですね、だから世界的にも、まあ、一番シェア取ってる。で、あの中国なんかは持ち歯しか認可取れてない。中国国内で入れる場合はもう持ち歯しか使っちゃいけない。柔らかいですよね。私もだって確かそれだから全然硬くない。もう少し柔らかいベラジェルとか、今セビンっていうのもあるんですけど、それは持ち歯より柔らかいんですよ。でも柔らかかったらやっぱりちょっとシワが寄りやすいとかね。形のデメリットがあるんだ。それは嫌だな。やっぱ綺麗じゃないと。まあ、綺麗は綺麗なんだけどね。もうどうしても柔らかさにこだわるんだったらバッグの種類を変えるっていうのはありかもしれない。やっぱね、包茎の質問がめっちゃ多くて、
公共はおっぱい硬くならないの？バイ菌が入ったりしたら、やっぱりこう、うん、バックって異物だから、異物の前にバイオフィルムって言ってね、うん、こう常在菌があってこう免疫で戦うんですよね、うん、でそれが起こってる場合は免疫反応がずっと起こってて、バックは柔らかいけどバックの周りのね皮膜がね硬、うん、くなったりすることはあります。硬、うん、くなっちゃうこともあるの。でも私はなってないけどね、うん、と包茎でシリコン割れたんですが、うん、そんなことなかったですか？シリコン割れた？割れるの？入れてる途中にってこと？いや入れた後じゃないですか。あたまにありますね。え最近はだいぶ減ったけど。持ち場って割れる？だからバックを入れるときにこう小さい穴から無理やり入れるんで、だいぶ負担がかかってどっか傷ついたりとかしてたんだと思う。それが長年かけて見た時にこう割れたりとかいうのはあったのかも。今はねこういうシュークリーム入れるようなやつで、ケラーファンネルって言うんだけど、それで入れるんでバックに傷がつくことないので、まあ、そういうのは減りました。うん、じゃあ大丈夫ですね。はい。眼瞼下垂と二重切開は別料金でしょうか？まあ眼瞼下垂だけの値段になりますよね。普通は。普通は別々で、うん。確かに。そう書いてると怖いですよね。はい。で切らないと眼瞼下垂手術できないわけでね。うん、あ、じゃあ眼瞼下垂やったら二重も広がるってことですか？広がらない。あ、それ関係ない。うん、でついでにやる人が多いってことですね。切るか。うん、そうね。うん、二重の幅は変えられますか？今よりもはっきりした二重にしたいんです。変えられるんだけど。大幅に変えると変な目になるんで、うん、あんまり二重の幅を広すぎるっていう人はお断りする場合があります。あ、逆に狭くとかできるんですか？狭い方が好きですね、僕は、ね、広くから狭くできるんですか？広くから狭くの時は切開ですね。あ、できるんだ、うん、できます。最近逆が多いですよね、だって多い。もう昔広くしすぎた人をナチュラルに見せる手術というのは増えてますね。うん、ちゃんとでも綺麗にできるんですね。安心。埋没した二重幅が狭くなったのですが、うん、糸が緩んだのでしょうか？それは取れてる場合もあるかもしれないね。急に狭くなったりとかしたんだったら。でも自分でわからないんだ、糸出てきたとかはならない。な、うん、もう切れてそのまま埋まっちゃってる場合も多いんで、うん、あ、中に、中にそれは糸が切れちゃってたり。本当感染よね。そうですね、見ないとわかんないけど。二重整形って埋没と全切開どちらが痛いですか？やるならどちらの施術の方がいいですか？明らか埋没の方が痛くないかも。でも、ね、あの切開も痛くないよ。麻酔を効いてるからね。どちらがいいんですか？それはあの適応があるんで、もう切らなきゃ無理だなっていう人はもう切った方がいいし、あんま脂肪がね、多い人とかはできないですよね。で、まあ、埋没がいいなっていう人は埋没だけがいいし、無理に二重の切開を進めてくる病院も怪しいですよ。あ、確かに、お金取りたいだけみたいな。そうね、そんなもんかな。包茎はフランス人形に近づくためにしていますか？それともバニラさんの好みですか？確か私の好みです。過矯正になって目が閉じづらい以外に何か後遺症などはありましたか？過矯正って何？眼瞼下垂の過矯正、ね、目開けすぎた。私それ右目なっちゃった。今どうですか？なんか寝てる時に右目が乾く。これ直せるんですか？え、私ね、だから YouTube やって自分で気づいたことあって、こうちょっと節目とかになった時にこっちの方が開いてるんですよ。わかりますか？あ、開いてるね。これ直したいんですけど、これ先生なんですけど。うちの先生。そう、先生にこっちだけ一回やり直してもらったことがあって、そう、これどうしたらいいんですか？この節目の時がちょっと怖いって言われる時がある、コメントで。グラマラスラインで下に下がってるのも原因だと思いますけどね。まあ、それでも両方やったんですよ。こっちがさらに下がってるからこう余計見える。上はまあ閉じるは閉じてる。だ、黒目がまあ閉じてれば大丈夫、うん、まあ別に、見えづらいとかはないかな。そう、ね、視力が下がったとかそういうのはないですね。これわざわざ切って眼瞼挙筋をまた外すってことは必要なさそうだけどね。大丈夫か。ギリ大丈夫だ、ね、ギリ大丈夫。もし直すとしたらこっちをやり直した方がいいんですか？こっちをやり直した方がいい。いや、こっちです、ね、あ、こっちをもうちょっと閉じるようにするってことですか？下を上げた方がいい、ね、え、そっち、それをやりたくない。ということで、先生ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。
この動画がいいなと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。インスタと TikTok と Twitter と LINE ブログもやってるので、そちらもぜひフォローよろしくお願いします。ファンクラブも開設したので、そちらも概要欄の方からリンク飛んでみてください。じゃあねー。